あ、すいません。村井秀樹さんの事務所に連れてください。はい、村井事務所です。あ、すいません。ちょっと要望がありましてお電話させてもらったんですけど、はい、個人の給付金をもう一回出してほしいなと思って、はい、はい、先生はどう思ってるんですかね。個人の給付金について出すかどうかとか、そういう話は出てますか。村井がどのように考えているかはちょっとごめんなさい、私のでは分かりかねるんですが。あれ秘書ですか。そうですね、秘書というかスタッフです。はい。そういうことは話してないんでしょうか、先生とは。今はそういったことは特には今話をしていないので。あ、じゃあ自民党としてもじゃあそういう個人給付金を出す予定はないってことですね。いや、それはちょっとわからないですが。はい。先生の考えとかってそういうのは共有したりしないんですか、師匠の間で。いや、共有というか、他の、いろんな給付金の件とかそういう面では選挙区の方とか支援者の方とかと共有をするようにしておりますが、はい、個人の給付についてはじゃあ特に今の話してないってことですね。について話はしておりませんが、はい、だから村井がどのように今考えているかどうかとかが私の方では今、はあ、はい、じゃあ考えていないかもしれない。考えていないとか、いや、そんなことはないと思いますが、はい、考えているかもしれない、かもしれないところですね。そうですね、ちょっと、はい、何とも言い難いですよね。だから、だから聞いたことないから、まあ、そんなの言えませんもんね。そうですね。私の意見が村井の意見になってしまうと、大変私の方でも困りますので。わかりました。じゃあちょっと言っといてください、はい、要望があったことは。はい、すいません、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。衆議院でございます。あ、すいません、神山幸一さんの事務所につないでもらえますか。はい、お待ちください。はい、神山さん。あ、すいません、ちょっと要望を聞いてほしくて電話させてもらいました。個人の給付金について先生はどう思ってるんですかね。ね、10万円配ったじゃないですか、給付金。はい、で、今回また緊急事態宣言が出てるので、もう一回給付金を配った方がいいのかなって私は思ってるんですけど、はい、先生はどう思ってるんですか。いや、そんな聞いたことないなと答えようないです。聞いたことないってことは、じゃあ自民党として全くそういう話が出ていないってことですか。そちら様は秘書ですか。はい。何にもそういうことを話してないってことですか、じゃあ先生と。その内容について話したことはないですね。じゃあ国民をどうやって救うつもりなんですか。私は政治家じゃないんで、お伝えする必要ないと思います。なんでですか。秘書ですよね。はい。ああ、だ、先生はどう思ってるのか聞きたいんですよ、自民党として。じゃあ自民党としてどう思ってるんですか。それでいいんですか、秘書として。はい。いいの。はい。本当ですか。あー、わかりました。じゃ、これ YouTube にアップしますので。どうぞ。よろしくお願いします。衆議院でございます。あ、すいません、中根和之さんの事務所に伝えてください。はい、あ、すいません、ちょっと要望がありましてお電話させてもらったんですけども、個人の給付金をもう一回配ってほしいなと思いましてお電話したんですけど、はい、今緊急事態宣言がね、やってますけど、皆さん困ってますよね。そこでもう一回ね、まあ、10万円か5万円か分かりませんけど、まあ、配ってほしいなと思いましてお電話させてもらいました。先生はどう思ってるんですか、給付金について。あ、そういう話は出てないんですね。じゃあ自民党としてもそういう話が出てないっていうことですか。その間では話してなくて、自民党で出てるかはちょっと私は把握してるじゃないですか。じゃあ先生はそういうことはじゃあ全く関心がないというか話していない。関係できない状態。
でも普通秘書と情報を共有しますよね。はい、はい、あ、まあでもね、国民が今ね緊急、国民が今緊急事態になってるわけで、休んでる暇はないと思うんですよね。うん、まあ休んでるわけじゃないと思うけど、うん、もうちょっとガンガン言ってほしいんですよね。わかりました、すみません、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、失礼します。あ、すみません、山口大明さんの事務所にお願いします。はい、山口大明事務所です。あ、すみません、ちょっと要望がありまして、要望がありましてね、ちょっとお伝えしたいんですけど、先生は個人の給付金についてなんか掛け合ってくれてるって聞いたんですけど、その個人の給付金ね、まあ、10万円か5万円か分かりませんけど、はい、先生がそういう、なんか、委員会みたいなの作って、委員会かな、なんか委員会みたいなの作って言ってくれてるってお聞きしたもので。いや、特にその個人の給付金に絞ったものということではないですね。ああ、で、個人の給付金についてはどういう現状なんですかね。今のところですね。ええー。はい、個人 の、 給付金についてはなかなか今現状が難しい状況ですね。あ、難しいんですか。そのなんかその母子家庭とかの給付金は、まあ、今やってますよね。それを継続するだけ、ということが、でも今日ほら京都とか北海道とかまた緊急事態宣言が、ね、やるってことになりましたので、ぜひね頑張ってその個人の給付についてやり合ってほしいなと思ったんですけど、じゃあちょっと今現状は難しいってことですね。はい。補正予算を組む気はないんですね、じゃあね。もちろん組みますよ。あ、組みますか。ます補正予算組むけど、じゃあ個人の給付金は。まだね、そこまでは行ってなくて。あ、そこ行ってないんですか。どうするかというのは、まだまだこれからです、ね。じゃあ可能性としては、もう一回10万円配るっていう話も。もちろん、10万円になるのかどうかっていうことも含めてですね。でも可能性としては低いですよね、さっきの話を聞くと。なかなかそのところ、まだ低いのかもしれませんけれども、さっき申し上げましたように、接種が一段落して、これから不要というぐらいの段階になって、またそういうことも出てくると思います。消費税の議論ももちろん、まだ自民党内でも、意見ありますのでね。あ、消費税の減税ですよね。でもそれはもう難しいですよね、きっと。麻生財務大臣が難しい。ちょっとね、もう一回配った方がいいと思うんですよね。米国だってね、失業保険プラス個人給付が出てるわけで、日本もね、やっぱり個人の給付金をもっと出した方がいいと思うんですよ、GDP 的にも。個人消費、ね、設備投資、まあ、ダメじゃないですか。財政支出しかないんですよね。そう GDP 伸ばすためには。だから、ちょっと先生には頑張ってほしいなっていう。まあ、先生が
一番ちゃんとしてます。その、いろんな方に電話したんですけど、全く関心がないみたいで、先生だけこういうことをやってる。今10人ぐらいに電話してるんですけど、全く先生しかそういう回答がないっていう、関心がない、関心がないっていうね。だからぜひ、先生にぜひ頑張ってほしいなと思って。まあ、今、立場的に党の役員で、まとめ役の方なんで、ええー。からこう、ガンガン行ってということも、なかなか、できる立場でもないんで、ああ。どうしていくという、そういう立場で、まあ、今、おっしゃっていただいたようなことも含めて、ああ。やっぱり、財務大臣には逆らえないみたいな、そういう雰囲気ってあるんですか？麻生さんには逆らえない。そんなないですか？言えることは言えるんですか？麻生さんとかにガン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 。ああ。ああ、じゃあぜひ先生にはちょっともう一回頑張ってもらって、個人の給付金について、もう一回掛け合ってほしいなと思って、はい。はい、すいません。じゃあ、すいませんけど。はい。あ、よろしくお願いします。はい。じゃあ、失礼します。